この春から新しい社会人になられる方も多いと思いますね。まあ、とにかく人間はね、何でもね、初めての体験を積み重ねながら死んでいくんですね。社会人になるのは初めてだということで緊張したりね、何かなさる必要はさらさらないんですね。というのは、このように人間として生まれるのは、妻初めて赤ちゃんになるのは初めてでしょ。 で、それから、よちよち歩き出すのも初めて。で、今度は、保育園になりね、幼稚園になり、そういったとこへ行くのも初めて、お友達ができるのも初めて、初恋も初めて。で、そして、そういうお友達やね、先生たちと別れるのも初めて。で、卒業して。で、今度は社会へ出て、社会人になるのも初めて。初めて尽くしでね、で、それを考えるとね、つまり、 全部クリアしてきてるんですよね。だから何も今更社会人になるからね。さあ仕事がうまくいくだろうか。どう,どうだろうかって。おののき震えたりね、緊張する必要はさらさらないということです。なぜならば初めての経験をずーっと今まで繰り返し繰り返し、何から何まで初めてのことをちゃんとね、自分は繰り返して、それをクリアしてるんだって。 なあ自分にはそれだけ実績があるんだと思えばねいたずらに恐れることはありません肩の力を抜いてえまたこれもクリアできるだろうと思っていればよろしいんですねでそれにはねまず呼吸ですね常に深呼吸してねまっすぐ体はまっすぐしたままぐだんとしないでまっすぐしたままねで常に首を立ててで深呼吸をして で深呼吸して吐くときに体の力はスーッと抜いて体はまっすぐのままで息を楽に吐いてまた深呼吸してでそして頭の中ではきれいな空気の花園にいるようなお気持ちを持ってでそうすると微笑みが出てくるでしょでお得意さんでも上司の前でもそれから面接に行っても何をしてもつまり微笑んでれば全て OK です。それを忘れになりませんように。えー、っとね、社会人の皆様はね、どんなスーツに今お召しになってるか、ほとんど黒でしょ。私は霊感があるわけじゃないんですよ。<laughs> 皆さんね、全部黒なの。皆さん、葬式がお好きらしいのね、葬式の雰囲気がお好きなのかしら。とにかく、黒ずくめでしょ。死にみたいですよ。バ、ま、カまがしい。 黒は陰の色ですからね、なるべく避けて。で、あの、最近はね、それでも、ストライプのね、島柄がまた少し復活してきたんでね。で、昔ね、あの、そうですね、えー、30数年以上前まではね、全部ね、紺色だったんですよ。青い背広で心も軽くって歌があるようにね。紺っていうのはね、あの理性的な色なんですね。 で黒はね、悲しみの色、緊張の色なんで、なるべくお召しにならない方がいいですねで。口やカバンは黒でしょうがないとしても、せめてね、背広ぐらいはね、あの、紺とかね、ストライプが入ってるとか、で、まあ、せいぜいグレーであるとかね。で、まあ、茶系とも焦げ茶だったらね、素敵ですよね。焦げ茶のストライプなんか素敵ですよ。だから女性の方もね、 なるべく黒ずくめはおや親めになってあの暗いイメージを与えますんでね。ではね、ここで背広にまつわる曲をご紹介しましょうかね。で、作曲はね、大作曲家でいらっしゃいました小釜さんさん。私の三輪明宏の歌で、青い背広で。青い背広でここ。 「心も軽く愛と恋との人」「世の愛か」私美輪明,明博の歌で「青い背広で」を聴いていただきました。